皆さんこんにちは。今回はブロワーのお話をしていきたいと思います。でその中でも今一番注目を浴びておりますこちらの最強ブロワーですね、こちらのご紹介をいたします。でこのブロワー見たことあるなと思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、日本の代理店が中国から直接輸入をしてきて日本の市場向けに販売している製品となっております。ですので保証はもちろんなんですけれども、サポート対応もしっかりとした製品ということになっておりますので、安心して使っていただける製品となっておるということをまず一つご承知いただきたいと思います。でその中で、これらと比較をした上でどの製品が最も性能として優れているのかということをですね、今回はこちらを使います。はい、これはかりなんですけれども、これをまず使って数値化をしていきたいのと、ペットを飼われている方も非常に多いと思うんですけれども、ペットの毛の掃除やホコリを吹き飛ばしたりとか、また洗車に関しましても単純にボディの水を飛ばすということだけで非常にメリットがあるということではなく、実は非常に使いやすいポイントっていうのもありますので、その辺も詳しく皆様にご紹介していきたいと思いますので、興味のある方はぜひ最後までご覧になっていただけたらと思います。それではまずこちらの製品、今ですね4つ並んでおります。最強ブロワー、それからこちらも今非常に人気のありますエアダスターで、最強ブロワーの対抗機種となりますこちらの両備のブロワー、これをですね比較をしていこうと思うんですけれども、いろいろスペックを見てるんだけどもいまいちわからんという方も多いと思います。例えば風量は何リューベンあって、風圧は何キロパスカルかかるのかって言われても、なかなか同じ土俵でね比べることがねできにくいっていうのがあると思うので、今回はですねこの測りですね、これ3キロまで測れるんですけれども、これグラム単位で測れますので、ここに風を当てて重さで風力の比較っていうのをまずしていこうと思います。でまずですね一番手頃なこのエアダスターですね、同じものがねいろいろ出てるということがあります。最強ブロワーで取り扱っているのがねこちらになるんですけれども、同じものが出ていてスペック的にまずどうなのっていうところをねお見せしようと思います。でこれグラム単位でね測れるんですよ。でまずはこちら使ってみようと思うんですけれども、これはねここを押して、でここに風を当てます。はい、でこれが今 142g になっております。でここのね風が当たる面積によってこの圧力っていうのは変わってくるわけなんですけれども、条件はイコールの状態なので風圧の相対比較っていうのはできると思います。で次にこちらなんですけど、これねすごく使いやすくて、特にポチって何も押す必要っていうのはなくて、そのまま風が出ます。はい、でこれ今166まで上げられたんですけれども、かなりですね同じようなものであっても風圧が違うと、いうことがですねまずお分かりいただけるんじゃないかと思います。これねすごくねいいです。しかもここの部分なんですけど、押していただきますと LED の照明が使えたりとかっていうこともできます。何よりもですねここ一回ポッと押すとすぐに使えるっていうところがいいですよね。はい、で次なんですけれども、やっぱり一番気になるところがですねこちらですね、両備のこのブロワーです。でこれはですねここにありますようにマキタの互換バッテリーを使うタイプのものももちろんありますし、で私の場合はもうこれあまり高い値段出して買いたくなかったので、こういったコードタイプのものっていうのもあります。コードタイプのものだとちょっと安いんですけれども、消費電力としては 630W あります。消費電力としては高いもので、しかも音もね結構大きいです。でこれがどのぐらいなのかっていうことですね。これだいたい5キロパスカル3リューベイぐらいのスペックを持っているものなので、これでまずやってみたいと思います。
はい、かなりね音もねうるさいですし、見ていただいてお分かりいただけたかと思うんですけど、 640g ぐらいしか風圧がかからないんですよね。意外と風が出ていないっていうのがお分かりいただけたかと思います。で、このブロワー自体もね 16,000 回転ぐらいまでしかね回ってないんですよね。物は大きいんだけれども、実際にはあまり風が出ていなくて、モーターの音もうるさいと、まあ、いうことになります。で、次なんですけど、注目のね、こちらです。これどのぐらい出んのっていうところですよね。これだけですとね、非常に軽いです。これ 3D プリンターで作られたものなんですけれども、非常に軽くなっています。重量測りますけれども、286g しかありません。で、こちらがどうかって言いますと、約2キロぐらいですね、あります。だから結構ね、重いんですよね。これ、洗車で使うってなると結構重いです。手が痛くなります。で、まあ、ボディだけでしたら、さっき 280g なんですけど、このバッテリーをつけてやると、892g ですね。まあ、それでもね、全然軽いというものになっております。で、これ風圧がどんなもんなのかっていうことでご紹介をしていきます。いきます。もう圧倒的にスペックが違うのをお借りいただけたかと思うんですけれども、この最強ブラは 1162g まで上がっているのがお借りいただけたかと思うんですけれども、風圧としては1キロ以上かかっているということになります。こっち650ぐらいだったので、2倍近い風力がこの最強ブラというのは出ていると、まあ、いうことになります。で、なおかつ非常に軽いということっていうことですね。で、このバッテリー自体もですね、5.2 アンペアアワーということなので、容量の大きいバッテリーを使えば、さらに使用時間というのも長くできるということもありますし、また、交換バッテリー、私これ持っていたものなんですけど、まあ、こういったものも使えます。で、もちろんなんですけれども、まあ、互換バッテリー持ってらっしゃる方は、こちら持ってらっしゃると思うんですけども、この、急速充電器ですね。これだいたい1時間とか1時間半ぐらいで満充電になるので、早いです、非常に。なので、実用性としてはもうバッチリということで、まあ、これ一つだけでもですね、十分に乾燥させるということができるようになっております。まあ、2つ持っていると確実に乾燥させることができると、まあ、いうことで、まずこの威力というのがすごいということをお分かりいただけたんではないかなと思います。で、ここからなんですけれども、ショート動画で皆様に配信させていただいておるんですけれども、私ペット飼ってます。パグとフレンチブルドッグ飼ってて、特にね、パグの毛がね、すごいんですよね。このように、下引いてるんですけれども、それでもこれだけですね、一回乗せただけでもものすごい毛がつきます。で、こういったところにですね、こういったね、最強ブロワーっていうのがですね、非常に生きてくるということになります。で、また、まあ、こういったものもね、使ってるんですけれども、これね、めんどくさいのが、ここ剥がさなきゃいけないんですよ、いちいち。これ剥がさないでね、ずっとこうやって使えるんだったらこっちの方が楽だったりするんですけども、これ一回剥がさなきゃいけないし、まあ当然なんですけれども、これ、なくなっていきます。なので、まあ、こういったね、ブロワーで掃除する方が、まあ、楽だということで、まあこれを使ってですね、少しデモをしていきたいと思います。ではちょっとやってみたいと思うんですけれども、これだけだとね、なかなかやっぱり綺麗になりません。正直言って。この最強ブロワーを持ってしても綺麗にならない。なんでかっていうと、こういった毛なんですけれども、これカーペットになってるので結構ね、食い込むんですよね。だから、まあ、こういったブラシをね、使いながら、まあ、これを使ってやっていくと、はかどるかなと思いますので、やってみたいと思います。はい、さっきよりはね、かなり綺麗になったと思います。で、また音がね、うるさいっていうレビュー結構あるんですけど、実際にやっぱ風を出すものですし、まあ、モーターのね、回転数、これ8万回転まで回るんですよね。トラックで使ってるタービンに近いぐらい回るんですけど、これ使うよりはですね、全然音はね、静か。これ音こんな感じなんですよ。少し高周波なんで、音の音圧レベル的には若干ね、低くて耳に入りにくいと思います。なので非常に軽くて使いやすくて、少し時間がかかるような状況下でも使いやすいということで、これはね、非常に車内のね、掃除をする上でもおすすめできるということで、皆様にお伝えできるかなと思います。
引き続きまして、これ洗車でもね使えるということで、洗車で使うときに実はどういったところが使い勝手としていいのかってことをね、皆様にご紹介していきたいと思います。で、まず洗車をする上であるあるのところなんですけれども、こういったところですよね。水が残ります、こういったところで、これ拭いてるからいいんですけれども、これずっとこういうここのところを拭かなかったら、もう泥がねベタっとね付着してしまって、車がね汚くなります。こういったところが、ここのところも結構砂が乗っていたりするんですけれども、まあ、こういうところにですね結構水が溜まる。でパッと拭けばいいんですけれども、これ例えば、まあ、こういうねセーム側のウエストでこう拭いてもいいんですけど、こういうね隙間のところまでこう指が入りにくい、ウエストがこう入りにくかったりして、ちゃんとこう拭けないっていうのがあります。でしかもね時間かかりますよね。ウォッシャーのホースですけど、まあ、こういうのもありますし、でドラレコ、私こうドラレコつけてるんで、まあ、こういう簡易的につけてるんですけれども、こういった線があったりとかで、セーム側で拭き取りするの結構めんどくさいねっていうのがあります。正直言って時間もかかるし、た時にこういう最強ブロワーっていうのが非常に重宝するということでやってみたいと思うんですけれども、バッテリーがどのぐらい持つのかっていうのを見ていただくので、今ね 96% になってます。でこの状態で車仕上げていきます。これ最近初めて洗車したんですよ。でここのところ今綺麗になってますけど、このようにもうこういうところね拭かなかったら、もうヘドロがねヘドロ状態になっちゃうんですよ。ベタベタになっちゃうっていうのがあります。なので、まあ、こういうブロワーだったらもう新車の状態からね拭いてあげ、水をね吹き飛ばしてあげれば汚れるっていうこともね非常に少ないと思います。まあ、そういった時にですね、まあ、こういうのがあると車も長期間車をきれいに保つメリットがあるということになります。次がねこういうところですよね。このドアの継ぎ目のところ、こういったところをね拭かない方も多いと思います。でこれ乗り降りするときに汚れるんですよね。こういったところも水がついちゃってるとホコリがつきやすくなっちゃって車が汚れるっていうのがあるので、こういったところを拭いて取っていく。またこのウェザーストリップのところですね、こういったところなんかももう中このになってますんで、ここまでね拭き取るとなると相当めんどくさいです。そういったときにこういったものを使うと便利だということになります。でこういうね B ピラーのところなんかもですね、今これ水そんなについてないんですけど、ここ水がねついて、こういうところもね汚れてきます。だから神経質な方、もうこういうブロワー買う方はね結構車に神経質な方は洗車をすごく、洗車に関してはもうとことんやりたいっていう話とか多いと思うので、まあ、こういったところも汚れるわけです。まあ、そういった時にやっぱ拭いてあげるっていうのは結構めんどくさいですよね。こういうヒンジが、ドアのヒンジがついてたりすると、なのでこういうのがあると便利だっていうことです。それからこういうねドアのところですよね、こういったところにもですね水がねつきます。こういうところも正直ウエスで拭くってなると結構心折れるじゃないですか。でしかもこういったここねグリスついててオイルがついてるんですけど、こういったところね拭くようになるとセーム側が汚れちゃうっていうのがある。で汚れちゃうとねまたそれで拭かなきゃいけなくなっちゃうんで、このオイル自体をですね伸ばして拭くようになってしまうっていう、そういうこともあったりします。なのでもうそれで時間が取られちゃうっていうのがあるわけなんですけど、このエアで飛ばせばこういったことがないということなので、もうこれをね使えばね、とにかくね面倒くささっていうのが大幅にね改善されるということになりますので、まあ、車を長期的に積極的に細かいところも綺麗にするっていう気持ちにね慣れたりしますので、まあ、そういった時にすごくね便利だっていうことになります。あとはこういったワイパーブレードのこういった溝のところですよね、こういったところもね拭くのめんどくさいですよね。こういったところは汚いので、またウエスを洗ったりとかしなきゃいけないわけなんですけれども、まあ、そういうのもね未然に防げるということです。とにかくウエスを使うと、まあ、汚いところは当然出てくるわけなんで、汚いところが出たらウエスを洗ってでまた絞ってってことをね繰り返さなきゃならないっていうことなんですよ。まあ、それがねかなり時間がかかるっていうことなんですけど、まあ、これだったらもう拭き飛ばすだけで OK、 連続的に作業ができるっていうことなので、大幅にね時間短縮にもなるし、でまた汚れたウエスでねこういったボンネットのフードの上とか拭かなくて済みますので、線傷とか、まあ、そういったものも防げるっていうことです。で、ガラスなんかも今日はまあ曇ってるからいいんですけど、炎天下のようなところですと、すぐにね、これ拭いてあげないと、ここ水垢になっちゃいます。なので、
拭いてあげる。しかもこれ昨日殺虫処理したので、殺虫処理するとあっという間にガラスの水飛んでくれます。こういうことですね。あと意外とあるのがこのウェザーストリップのこの裏側なんですよ。裏側結構濡れてるんですよ実は。こういったところなんかも忘れがちですよね。こうやって引いてあげることによってウェザーストリップの裏側も拭き取れる、はい、ちゃんと撥水処理してあげればあっという間に飛んでくれます。で、上のところはね撥水処理してないんですけど、やっぱり結構こう水って割とこう粘性がある物質なので、撥水処理をしないとねなかなか乾いてくれない、水が飛んでくれないっていうのがあります。ですけどちゃんと撥水処理をしていればこのようにきれいに飛んでくれる水がね。なので油膜なんかも残りにくいと。こういうミラーのところなんかも残りやすいですよね。しかもこの中のところも水入っちゃうから、こういったところなんかも結構水が出てきたりするんですけれども、まあ、風で飛ばしてやることによってこの水なんかも出なくなるということです。あとよくあるあるなのがですね、まあ、こういったところからこうダラーっとこう垂れてくるっていうことですよね、まあ、そういうのもこういうエアだったら継ぎ目のところまでしっかりと水をね押し出してくれますので、ウエスのようにまた吹き残しがあってここのところがこう黒くなるっていう、まあ、そういったことがなくなるということになります。あとはねやっぱり定番なんですけど、こういったグリルですよね。こういったグリルの部分とかこういうところですよね。こういうところなんかはもう本当に拭き取るのめんどくさいんで、こういう最強風呂があると超便利です。で、まあ、このブロワーのね、有効性っていうのがね、お分かりいただけたかと思います。ただ単純に、この水を飛ばすだけっていうことではなくて、この上の水を飛ばすだけだったら別に、ウエスだけでもいいと思うんですよ。慣れてる人だったらウエスの方がいいっていう人もいるかもしれないです。ただ、これがあるとね、ウエスを使わなくても、これ1台だけで水を吹き飛ばすことができるので、非常に便利です。ただ、今これ 50% ぐらいなんですよ、もう。ちょっと見えないかもしれないですけど、50% ぐらいなんですけど、バッテリー自体がこのフィットクラスのものでも、これ1本だとね、まだ使えるんですけど、風力がだいぶ低下してきます。最初の時よりもね、少しこう風力が低下してる、音を聞くと、風力が低下してるのが、まあ、お分かりいただける方もいらっしゃるかもしれません。はい、もうだいぶ低下してきてますよね。なのでバッテリー自体はね、やっぱり2本いいかなと思います。これ1個だけだとちょっとやっぱり風力を維持してエアを水をエアで水を飛ばすっていうことがちょっとねできにくいっていうのがありますので、まあ、もう1個バッテリーを持っていた方が、まあ、この最強ブロワーで車1台分の水を飛ばすという意味においては気を付けてになってくるかなと思います。で、今どの程度まで吹き飛ばしたかというと、窓ガラス、まあ、ちょっとまだね濡れてる感じなんですけど、この辺は全部とりあえず水で吹き飛ばしました。でここのところも水で吹き飛ばしました。ちょっと飛行機がうるさくて申し訳ないんですけど、まあ、フロントガラスも半分ぐらいで、ここのフードのところも水を飛ばして、でここのグリルのところも、まあ、若干まだ残ってますけど飛ばしをしました。こっちの方は窓ガラス、水の方もある程度は吹き飛ばしていると、まあ、いうことですね、はい。まあ、こんな感じです。まだ 50% ぐらいしか終わってないっていう感じなんですけれども、まあ、その状態でこのバッテリーの残量としては今ね 38% です。で、これ今どのぐらいの風圧を保っているのかっていうのをね、こっちで見ていただけた方が分かりやすいと思うのでやっていきます。はい、もうだいぶね落ちてますよね。相当落ちてると思います。なのでもうこの時点でバッテリーを交換しないと作業効率としてはまあ上がらないと、まあ、いうことになります。こちらの方ですけれども、私が持ってたやつなんですが、まあ、これをね充電してあったんで、まあ、これを付け替えてあげる。
で、これ今ですね、100% ありますんで、でもう一回お見せするんですけれども、こっちはメーカーさんのものではなくて、まあ Amazon で買ったものです。これどんなものなのかっていうのをちょっとね、見てみようと思うんですけど、若干熱出力は低いですけれども、まあ1キロぐらいは風圧としてはあると、まあ、いうことなので、続きはまたこれで作業を続けていくと、まあ、いうことになります。で、作業している間はですね、まあ、この急速充電器がですね、威力を発揮しまして、まあ、1時間とか1時間半ぐらいでできちゃいますんで、まあ、その間、まあ、これをね、使っておいて、で、もしこれもバッテリーがなくなっちゃったら、まあ、タイヤワックスをかけるとか、少し仕上げをするとかしておけば、まあ、時間がある程度は過ぎていくと思いますので、またこのバッテリーが使えるようになって、まあ、仕上げでまたこの最強ブローを使って、まあ、車を吹き上げていくということをね、やっていくとかなり効率としては上がっていくんじゃないかなと思います。はい、水の吹き飛ばしがね、終わりまして、そうですね、もう今メモリが1しかないんで、もうあまり風力も高くない。まあ状態なんですけれども、まあやっとこれで拭き取りがまあ終わるということで、やはりですね、このバッテリー自体は、まあ二つやっぱりいりますね。一つだとちょっとやっぱり足らないっていうのがありますし、まあ充電しながらでもいいんですけれども、さらに時間を短縮したいと、まあいう方なんで、いう方なのでしたら、やはりこのバッテリー自体は、まあ二つあった方がいいかなと思います。まあそれによって、US はね、特に使ってないんですけれども、もうこの最強ブロワーだけで洗車をして、まあ、水飛ばしができるということで、まあ、特に手が汚れたりね、するようなこともないですし、わざわざバケツを用意して、汚れた US をきれいにして、また拭き取るといった、まあそういったね、作業もね、なくなりますので、非常に便利な最強ブロワーであるということで、ただ単に風が強いということだけで言われているんですけれども、実はですね、非常に使い方として高い製品であるということをですね、お分かりいただけたんではないかなと思います。はい。ってことで、今回なんですけれども、こちらのエアロツールという最強ブロワーご紹介をさせていただきました。風力も最強。軽さも最強。使い勝手も最強である。で、まあ最終的にあとは壊れるか壊れないかっていうところなんですけれども、これは冒頭でもご紹介した通りなんですが、日本の正規代理店さんがサポートしてくれるシステムとなっておりますので、3ヶ月は保証付きということになりますので、まあそれだけあればですね、まあ十分繰り返し洗車等で使っていただいて、まあもしですね、まあこういったモーターの中ですね、なんか焦げ臭いとか、ブローしちゃったとかっていう動画も流れてたりするみたいなんですけれども、まあ私が使っている限りではですね、これずっと連続的に今回使わせていただいたんですが、特に焦げ臭さとか、ブローしちゃってるとか、まあそういったこと一切ないですし、あと、煙が出ちゃうとかね、まあそういったこともないです。万が一そういうことがあったとしても、サポート体制というのは整っておりますので、安心してね、購入いただける製品。いろんな製品が出回ってて、安いものも出回ってたりはするんですけれども、逆に Amazon とかのね、安売りされているものなんかは、サポート体制が整っていない可能性とかもね、あったりしますので、まあ、安心して買っていただけるという製品で、まあ、こちらの方、皆様にね、お伝えをさせていただきました。まあ、こちらはね、私ももう間違いなく、これ、非常にいい製品だなと思いますので、まあ、今後もね、こちら使っていきたいなと思っております。詳細は概要欄の方にリンクの方を貼っておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になっていただけたらと思います。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。